駅舎側のホームのみ、使用有人駅時代の入場券家内駅は、長野県飯田市家内中平にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である、単式ホーム一面一線を持つ、地上駅。かつては、相対式ホーム二面二線であった。使用されていないホームが残っているが、全路は撤去されている、飯田駅管理の無人駅。2013年3月までは、 東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で JR 全線切符売り場も設置されていた。かつて校内に伊那田駅弁株式会社が経営する立ち食い蕎麦屋があったが現在は撤去されている。金井駅では願いを叶えるという頃から入場券はお守りとして人気があった。公券はすでになくマルスタンマ発行の入場券だが 窓口で、合格、夢などのスタンプを押して、紙袋を添えていた。しかし、2013年4月1日からの無人化に、伴い、当初は、飯田駅で販売する案もあったが、在庫限りで販売が終了することとなった。同様のスタンプ入場券は、伊ブスキ枕崎線のキーレ駅でも発売している。1日平均の乗車人員は、以下の通りとなっている。 ありがとうございます。